伊沢温泉発祥の地の、日伊沢温泉は、山梨県笛吹市の旧東八代郡、伊沢町地域にある温泉である。伊沢温泉に隣接する形で、同市の旧東山梨郡、春日井町地域にある、春日井温泉と合わせて、伊沢、春日井温泉郷を形成しているものの、伊沢地区と春日井地区の宿泊施設や、源泉置が共に隣接していることから、同一の伊沢温泉として、 実質上一体化されている。実際に道路標識では、伊沢温泉、伊沢温泉号としか案内がされておらず、また各旅行雑誌などでも、同一の伊沢温泉もしくは、伊沢温泉、春日ガ地区などとして案内されている。また、春日ガ地区の春日井共同源泉が、伊沢地区の宿泊施設や、療養施設に配慮されているケースも数件あり、 その逆のパターンも存在している。2000年代に入って以降、従来の伊沢温泉駅周辺で栄えていた、温泉街から離れた郊外に日帰り入浴施設、健康ランド、ビジネスホテルなどが建設された。これらも施設でも、伊沢温泉と名乗っており、これについても案内する。アルカリ性単純線の無色無臭であり、pH は8.5から9.5程度とされている。 無色無臭ではあるものの、自家源泉など源泉が新鮮な場合は、若干の硫化水素臭がすることもある。また、源泉は主に、山梨県企業局による集中管理しており、パイプラインにより、各温泉宿に供給している。源泉の温度が年々低下しており、また、湧出量も低下している。平成30年9月に4号源泉を廃止した。 山梨県企業局分のみで換算すると源泉は5つ、毎分輸出量は1680リットルであるが、伊沢温泉内にある一部温泉宿では自前で、源泉を掘削、供給しているところもあり、実際はこれ以上の源泉数、毎分輸出量がある。これに加え、春日井温泉の輸出量を含めると、毎分8080 80リットルが湧き出していると推測されているが、 戦術の通り温度低下で廃止や給運制限に伴う輸出量減少により実際はその数値よりは少ない。山梨県企業局分は資源確保を目的に循環風呂で供給しているが温泉宿独自で源泉を保有しているところは掛け流しを歌うところもある。温泉街中央部を流れる地構図用水路1956年12月に 小松遊覧農場の敷地内で井戸を採掘し、源泉が輸出。ローマ風呂などを設置し、昭和時代にレジャー施設として地元で人気を集めた。なお、株式会社小松遊覧農場は存続しており、閉店した後は付近の施設に源泉供給を行っている。その後1961年に旅館、椅子味層で温泉掘削を行った際、毎分2000リットル、 専温摂取49度の温泉が湧き出し、周辺の川や田畑に流れ出した。その後即席の露天風呂が作られ、青空温泉とテレビで放映されたのが人気の始まりである。その後山梨県企業局や地域内の温泉宿によって掘作が行われ、現在に至る。最初に温泉が湧き出した場所は、現在高度経済成長時代になってからできた新しい温泉街である。 新宿駅から特急、あずさ、開示で1時間半前後と近く、また、中央自動車道開通などアクセスが容易になったことから、京浜地区の奥座敷として発展。団体客向けの歓楽温泉として知られ、コンパニオンを配置した温泉旅館が作られたほか、スナックやバーなどの酒場、さらには、ストリップ劇場などの大規模な風俗街も作られた。 しかし風俗街というイメージ低下の懸念に加え、団体旅行の低迷により、需要が落ち込んだため、近年では、個人客や外国人向けに力を入れるようになり、風俗店の取り締まりを強化する一方で、笛吹川の、うかいややわた神社の太鼓演奏など歴史、文化を強調したイベントを開催している。また周辺が果樹園であることから特産物のぶどうや、桃とも結びつけて、 ワイナリーが至るところに点在する。スナックやバーが並ぶ夜の伊沢温泉街、伊沢温泉駅から笛吹き川まで、地高図用水路を中央に、東西約1トルにわたり、温泉街が伸びており、前世紀の宿泊施設は大小合わせて120県庁と、その規模は、熱海に次ぐとも言われていたが、現在は50程度の温泉旅館が営業している。 宿泊施設は団体客向けの大型施設から家族向けの旅館、純和風の高級旅館など様々である。以前は宿泊前提であったが日帰り旅行向けの施設も増えてきており、健康ランドをはじめ有料の伊沢源泉足湯広場という足湯を呼びて湯も存在する。共同浴場は伊沢温泉駅を南下し、平等川を渡った渋地区に 伊沢温泉という名前の浴場が一軒存在する。2004年の温泉偽装問題では、伊沢温泉にある宿泊施設の一つが井戸水を沸かしながら温泉と称して営業していたことが、伊沢温泉旅館共同組合の内部調査で判明。温泉旅館として営業を始めた1983年当初から地下水を沸かしていた。 温泉宿への種類の持ち込みは原則禁止となっている。なお、2012年11月1日から3月31日までの間に限り、伊沢温泉旅館共同組合に加盟している全35施設で県内産ワインに限り1本あたり500円を徴収することで持ち込みを許可していたことがある。また、2020年4月から同じく、 伊沢温泉旅館共同組合に加盟している32施設で県内産ワインに限り1本あたり1000円を徴収することで持ち込みを許可する伊沢温泉 BYO ワインキャンペーンを実施している。伊沢温泉交付伊沢温泉の一詳細は伊沢温泉後交通アクセスを参照 ABCD 県営温泉事業について海のリゾートホテルやみゆき温泉、完熟の湯などが例として挙げられる。 木の先温泉ナビ伊沢温泉の選出、高能と、歴史伊沢温泉の35施設、ワイン持ち込み合、OK、計1本500円で伊沢温泉、BYO ワインキャンペーン、山梨ロケ作品紹介、富士の国山梨フィルムコミッション、2020年11月8日閲覧、ありがとうございます。